こんにちは、かくつくです。ゆうかレイリー続きをプレイしていきます。メインアドベンチャー、それやっていきましょう。前回はね、水をきれいにしたりとかしたんだっけな。で、それによって行ける場所がね、いろいろ増えたから、探索してるところかなといったところですね。で、私も技完全に忘れてたんだけどさ、ちょっと待って、これからのあー、こうか。全然使ってなかったね。で、こっちの、はい、ぷくーっとして、よいしょちょっとずれる。はい、泳いでいきましょう。ここら辺でね、近道がいろいろ出てるので、それ扱っていきましょう。こっちどっちがどっちで、どこがどこにつながってるのかがよくわからんのですけどね。あんま探索してないんだっけ。丸太の近くだから、綺麗にしたい時に使うためのところだと私は思っていたんですけども、これなんだろうねこれ謎なんだよね。何のためにこれがあるのか、分からんですね。ぴょん。でもここら辺はもうやったもんね。よいしょ、あ、やった、やったんだよな。わあ、よいしょ、やだ、よいしょ、やったもんな。こっちやりかんでいいですよね。こっち側も特に行く必要ないのかな。あの機械なんだ。あの機械は、はーん、これひょっとして、これこっちに引っ張って、まあいっか、ここでこっち側に降りていくためだったりしないかな。この水の中はもともと綺麗だったよな、多分。あ、トゲトゲがいっぱいあったところか。なるほど。おっしゃ。ここの中は、なんだっけ？いっちー。初めてだ。初ですね、これは。トン。トン。あ、なるほど。なるほどね。これ結構厳しいぞ。こっち行って、上持ってって。あったー！くっ！右側持ってって、こう。いや。こう、あったー！遠い！うん。からの、下ろして、下ろして。あー、違う。あはあー、楽しいよ、これ。こうやって。ほっダメか。トン。おっしゃ。あ、違う。よいしょ。そっち側行って、上に持ってって。あ、ギリギリ行けそう。お、オッケー、これでいいでしょ。オッケー、楽しかった。やったね。
単純でしたね、これは。いただき、どん、けい。これを取って、なんかもうこのステージボスも倒したし、結構いったような気がするんだよね、ある程度。あ、違う、危ない危ない。ドンドンドン、うん、大体いったような気がする。丸太の先もね。うんうん、うん、よっこいしょよっこいしょ、おいといとーいといとーい、この先にはいけないし、よっこいしょ。ああれだ、あれ、あのキラキラしてるあれをどうやればいいのか。この子、これドン、あ、そういうことができるのね。はあ、で、あ、オッケー、それだけでオッケーか。なるほど、よし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 、これ系、これが必要系。ちょっと何箇所かあったからちょっと探そうかな、忘れてるんだけどね、場所を。すいませんね、相変わらず風邪ひいてて。でも、もう治りかけですけどね。先に壊しちゃう。へへへへ。で、水をきれいにしてっていう人で、ポーン。さよなら。レクストロのところも行ってないね。行こうか。あそこどうやって行くんだっけな。うん、この水の中も、あれだよね、トゲに刺さりそうって言って行ってないところとかあったりするよね。うむ、この下なんかあったっけ、怪しいけどね。これこれも、あー、ダメか、無理よな、ここまでトゲだらけだと厳しいよな。うん、よいしょ、ポーンとやって、そこ光ってるのも気になるけど、ここは良かったでしょ。よいしょ、うん、よいしょ、てってってーた、よいしょ、うん、さよなら。あ、エクストラのドロいけるね、オッケー。じゃあもう行ったでしょ、確か手に入れたはず。あ、変身のやつも手に入れたよね。素晴らしい友達、プレイコイン持ってるね。アーケードに近づいて円を強く、ゲームクリアしたらレクストロ素敵な商品あげるよ。はい、やらせていただく。ほい、友達は楽しいカードゲームプレイする？はい、プレイします。2分間のゲーム、コンプレットを倒す、パワーアップを入手する、ハイスコアを獲得する、 L で移動、 A でブースト、 X で空中攻撃。湿地が悪い奴らに攻撃されている。コンプレットを倒してこの地を守れるのは過激なドローンだけ。ドローンになるの？このハチちゃん苦手なんだよな。あれ、私がハチちゃん、あ、そうなの、あれ違う、あれ、あ、なるほど、こんな感じで、なるほどな、トン、オッケー、そんな感じ、トン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 、連打で、あ、よいしょ、うん、連打でいくらでも飛べるね。ドンドン、よっしゃ、トントントン、あ、う、こりゃ高得点は取れないな。
よいしょ。その火が怖くてね、あんまり近づけないんだ。よいしょ、無敵がある。よいしょ、おりゃおりゃ、えへへへ、よいしょよいしょ、ドーン。あ、スピードブースト出てきた。よいしょ、はい、左側行きます。ドーン。あ、ちょっと、よいしょ、オッケー、ドーンドーン、オッケー、いいよ、ドーン、オッケー。ちょっと慣れてきたね。ドーンドーン、あ、やばいやばい、ドーン。あ、やだやだ、あ、違う違う違う、あ、もうやだ、その場所やめて、君やばいよ、もうさっきの君のせいだ全部。せっかくいい調子になってきたと思ったのに、こりゃあ、あれはもらえないぞ。よいしょよいしょ、うん、よいしょ。あ、当たるだけで倒せるのね、これ。クリアできなかった、ひょっとして。わお、今まで見た中で一番のアーケードゲームの成績ね。どうやってわかるのよあんた、自分が今日食べた小食だけ覚えてないくせに。エクストラ今大丈夫、記憶戻ってきたね。エクストラいくつかのブロックを消去しなきゃいけなかったね。またゲームで遊んでみてね。ハイスコア更新したらエクストラ別の商品をあげるよ。友達もう一回プレイする？別の商品頑張ってみるか、一回だけ。このゲームは私の中でそんなに面白い部類に入らなかった。被害やらしいんだもん。おや、おしゃ、よいしょよいしょ、オッケー、いいよ。ほっほっ、火がいやらしいっていうか、この上のね、火がいやらしい、木の葉っぱの部分。よいしょ、うん、よいしょ、よっこいしょっと、オッケー、よいしょ、うん、そうそう、君たちがね、もう手前の方に来てくれたらいいんだよ。よいしょ、君、来て。で、無敵は当たりに行く。おりゃ、オッケー、ドーン、オッケー、来て来て君、よっしゃ、オッケー、よいしょ、ドーンドーン、オッケー、楽しいぞ楽しいぞ、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ、ドーン、いいよ。反対側もドーン、あ、ドーン、あ、ドーン、いやー、もうドーン、思うようにいかんぞ。トイトイ、オッケー、右側ポンポン、あ、ポン、よっしゃポン、よっしゃ、オッケー、ドン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 、オッケー、よいよ、いやー、よし、近づいてきなさい、決め、よしよしよし、ほいほい、無敵が出てるが、トイ痛い、よいしょ、オッケー、無敵欲しいな、よいしょ、うん、えい、よし、右側もこのノリでドン、オッケー、ほっ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 ほ、うん、やらしいところにいるけど、あー、君まで倒したかった、君まで行きたかった。よっしゃ、来た、よう、いけたよ、はい、コア、うん、おー、ハイスコアを更新したよ。この記録レクストラが覚えてる限りずっと同じだったね。じゃあそんなに長い間じゃないわね覚えてる限りだからね。どうぞレクストラの商品受け取って。やったね、友達もう一回プレイする？いいえ、よし、楽しかったよ、ありがとう。そんなに楽しくないとか言っておきながら、実は結構楽しんでました。
よし、あとは変身さんですよね。この辺りだった記憶があるんだけど、よしよしよし。水の中で何かありそうだね。今日は何を用意、今回何を用意してくれたの博士。あら、こんにちは。来ると思わなかったわ。こんな湿っていて匂う場所で会わなきゃいけないなんて残念ね。私たちの中でここの自分の家にしてるみたい、家にいるみたいに感じるのかと思ってたけど、それで思い出したわ。とても特別な変身が用意してあるのよ。この次の姿はあのおバカなドクタークォークが理解できないほど強力すぎるのよ。準備ができたよ博士。すでにモリークールを見つけたよ。素敵。変身用のプレートに上がって DNA 光線を発動させるために A を押してちょうだい。イエーイ。わあ、水だね。水中だね。これ魚とかかな、それとも私もタコになる。変身する準備はできた。はいはい。あ、いっぱいにならなかった。最高。これこそ私好みの配信で、魚群を、移動するには LALT を使って泳いで X を使って攻撃して。魚群、まさか一匹じゃないとは。うわー怖っ。はあ、なるほど。はあ、何その恐ろしい動き。あ、これでこれか。恐ろしい。あ、壊せるわけじゃないんだね。普通に当たりに行けると。なるほど。怖いな魚群。あ、それでここも入れるんだ。はあ、なるほどね。あ、ちゃもう激しすぎるよ。ここ入れるでしょ。よし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 。楽しいぞこれは。ダスキーダクト。うん、この水流の影響は受けるのかなこれ。ガウ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 、わーうわー。これでここがいけるようになった。じゃあ、トゲトゲもこれで壊せないのかね。いけいけ。これもガガガガガガガ。あ、いけるのこれのまんまで。なるほど。わあ、逆に押されてたからいけなかったんだね。なるほど。いやー、これは難しそうな気がするぞ。操作が結構難しいもんこれ。自分が何体もいるからこそさ、自分どこら辺に自分がいるのかがよく分かんなくてね。上の方がいいね。目いっぱい上の方で行った方がいいねこれ。よいしょ。うん、いやーねー、いやーねー、これ、あ、怖いわね。あ、いや、ちょっと、あっ、びっくりした。もうやだもうやだ。見えない、見えない、やだ。これどうしても食らうよこの速度。あ、やだやだ、もうやだ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 、もうやだ。はあ、苦労したよ。うん、このクラゲさんは怖くないのかな。ガウガウで倒せるかな。ガウ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 、お、やったね。ガウ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 、おしおしおし、楽しい。よくも今までやってくれたな。あ、回復できるんだこれで。やったね。蝶々が水中にいるのが謎だけど。やだ、違うよ、行くつもりないの。あー、あばかー、自分がやったわけでもなく。お、でも、わー、やだ、そんな汚いもの出してたのあなた。ガウ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 、よしよしよし。
わわ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 わ。やってやるぞ。あれ何、あ、ショッピングカードが倒れた。救助が必要だ。ちょっと君、息を長く止めていくことができるセントバーナード犬を見つけにくいって言ってくれる、見つけに行ってくれるセントバーナード犬、どうやってこんなことが起こったんだい。僕のような半分水星のゴミ収集家は身を仕事に危険がつきものだって知ってるんだけど、骨の山が降ってきてさすがに不意打ちを食らわされた。もう終わりだ大丈夫、今すぐにその骨の下から出してあげるからセントバーナード犬が気になるな。うえっ、ガガ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 ガ、やってやれ。よい、あ、いいぞ、新しいトニックがアンロックされたわ。やったね、よし、やってやろう。ガガガガガ、あー、ずいぶん楽に立った。ほら、僕がちょっと前に見つけた紙ゴミあげるよ。ちょっとだけ汚れてるけど、一人の英雄的ショッピングカートのゴミも他の冒険家の宝物ってね。お、やったね、やった、僕たちがちょうど望んでいたものだよ。やったね、起き上がれる起き上がれる、起き上がれないのそれ。あ、ごめんね、僕抜きで行けばいい。君たちの移動速度を遅くするだけなのに、君たちが会う全ての人に君たちが置いていけなければなれなかったが、伝説のゴミ収集後ショッピングカートについて語ってくれ。え、起き上がらせるくらいはしてあげたいけどね。レイリーのピラニアの方が可愛いな、ちょっとね。やったー、ペイジー、本当にありがとう。君たち浅瀬へ戻るのかい。この骨、これが魂と一緒に僕の車輪を壊したんだ。ここが僕の残りの人生の最後までの場所みたいだな。もしくは君たち2匹がここから僕を運び出してくれる。うん、悪いんだけど、私たちショッピングカートとは話さないの。行くわよ、ゆうか。あいつ自身でどうにかするわよ。ひどい。え、本当に本当に放置するの、ひどいな、ひどいぞ、ひどいぞなんだと、え、なんとかできないこの子。ああ、できないんだ。はあ、なんてこったい。じゃあ戻りますか。ぷわーん、うん、こっから出るのね。オッケーです。ここでやり残しかったことはやり尽くしたかな、多分ここで。うんうん、オッケー、そこだね。パシャ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 。いや、やっぱ変身は楽しいな。難しいけどね、操作が。よし、変身する準備はできた。うん、オッケー、楽しかった。よーし、あ、いいえ違うよ、いいえ、よいしょ、オッケー、楽しかった、ありがとう。うん、スムーズに変身が終わって嬉しいわ。三つ星にもう一度 PN 光線を使ってくれて構わないわよ。うん、ここで2枚のページを手に入れましたね。よしよし、うん、オッケーです。私の中でもうやり残しかったことはないんだけど、どうかな、大体のことは。あの壊せるブロック系だけが心残りだね。どこだっけ、あ、違うよ、手伝ってくれて本当にありがとう。お前さんら、この素敵なフィルターされた水の中に泳ぎに行こうかな。うん、ぜひぜひ。どこだったっけな、あ、やばい、あと壊せるのどこだったっけな。どっかあったっていう記憶はあるんだけど、どこだったかは分かんないんだよね。うん、こっちは特に。お、
さっきのとこだもんね。いや、ここだけが気になってた。いやー、もう一箇所ぐらいあったような気がするんだよな。まあいっか、とりあえずは。うん、 OK。 もう大体のところは探索しただろうし、ハブに戻りますか。うわー、この人だ。この人もあったよね、確か。うん、あったと思う、確か。ハブに戻る。はい。で、トニックが新しいのが出たから、ちょっと見てみたいな。調子いいね、最近ね。ハイボリータワー戻ってきました。もう3面クリアかな、だいたい。うん、で、ペロでいけるようになったということね。4と5はそっちにありますっていうことね。あっちにもペロがあるな。あ、あっちペーチーがいる。それ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 、あーだよねー。でもこっちからペロができる。あー、でもこっちはまだいけないか。そっか。よいしょ。ちょっと、ちうん、あそこのペロね。オッケー、よし。からのそこの下のペロに行って、ページが、あ、何、助けてくれ。誰かが通りかかるたびにこのドアが閉まるの。お腹がすいた。やだー、何それ、やらしいね、目の前なのにね。おっと、ペロペロペロ、届かない。たーくー、なんとかできんものか。消える、いつか消える技手に入ると思ってるんだよね、やっぱね。こっちはドン。あ、これだけ。このウサイクの悪のコンプレート、僕に近づくな、生きてよ、僕を加え捕まえられるなんて思うなよ、カンフーキック。え、なに、うわ、急だ。なに、あの子。あ、じゃあ少なくとも彼はストックホルム症候群にはならないだろうね。まあベージーにもいろんな子がいるんだね。今までの子はすごくいい子だったけど。ふんふん、こっちはブックの方ね。うん、はあ、彼を捕まえんといかんですね、これはね。すごいスピードで行かないといけないんだろうな。くっ、あ、違う。後ろに下がれ、僕は折り紙を知ってるんだ。あれ、折り紙知ってるって、なになに、どこ行った。ってどうすればいいんだ。逃げるよな、順番、逃げ道の順番があって、あ、取れる。あ、なんだい。おい、クレイジーキューブルの、まだ終わってない。やったね。余裕じゃないか。あー、ガイダンスを大敗まで強めてやった。なんてことをするんだい。あっち飛べないかな。さすがに遠すぎる？遠すぎるか。うん、わかった。よいしょ。よし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 。で、次こっちか。OK。最後の方にいろいろまた進めたいですね。今までのステージをやる回みたいな感じね。ほうほう。うわー！失敗。なんだなんだ。なんだなんだ。ここが4か。
四もこもこの先にあると。割れた。痛い。よいしょ。うん。ほいっと。はい、これでショートカットね。よしよし、いいよ。どうしようかな。もう30分だね。終わらないとね。うん、このロード中で。なになになに、なんかいきなり、あ、あ、出た。悪魔乗ってきた。みんな俺しの選択問題。クワックファイヤークイズ、またプレイにしに来たか。やだわ、またこれ。お気楽にやってきたのに。いつも通り10個の質問に正解してもらう。お前たちのライフは参考のみだ。わははは。では前に進んでくれたまえ。みんな殺しクイズを始めようではないか。え、始まっちゃう？もうないと思ってた。この写真、これはどこで撮られたものか？ん？ん？ハイブリタワーでしょ、これ。え？あ、これじゃないの？え、違うの？あれ？テクストの拍手漂うアーケード、そこに収束されているプレイ可能なゲームユニットの数は？え？4じゃない？え、わかんない。躊躇しないか。今のはこの中で一番簡単な問題だぞ。やばいぞ、今回のクイズ全然わかんない。アイボリータワーの法的所有物ページ、お前たちが持っている総数は？知らん。あ、結構手に入れてるよ。59。1問もクリアできない。攻略本持ってるぞ。ありがとう。残念だったな、ライフがなくなったようだ。運がなかったな。次の剣道を祈る。それではバカ者どもスタート地点まで戻るのだ。一旦諦めたい。諦められない。ふ、もう一度挑戦したいようだな。いいえ、今ちょっとやめておきます。さよなら。やばいな、ここのクイズ全然わかんないな。2面分だもん、忘れるよ。ということで今回はおしまいとします。ご視聴いただきありがとうございました。